はいどうも、GoGoTV の GO です。今日はですね、もうちょいでなんか2個、孵化装置に設置しておいた、10キロ卵が孵化しそうな感じなんで、動画を撮ってる感じと、まああと、まあちょっと没になった動画の話もちょっとしたいなと思ったんで、ちょっとお付き合いください。多分もうちょいで飽きましたね。これ10キロ卵ですね。まあできればラプラスとか海流対策のポケモンが出てくれれば嬉しいかなと思います。では行きましょう。さあまあどこにでも出そうなストライクが出ましたが、なんか10キロ卵から出てくるポケモンは結構個体値がなんかいいっていうような話を聞いたことがあるんで、まあただまあちょっとストライクあんまり使い道がないんで、まあちょっとまあ残念な感じですね。ただまあもう一つあるんで、こちらも10キロ卵です。さあ今度こそ、なかなか出てこないポケモンかも。お、プテラ。これ結構なんか野生で出てこないっていう話なんで、かなりラッキーかなと思っておりますが、まあ、ジム戦ではあんま使えないっていう話なんで、まあでも、まあレアなもんはレアなもんなんで、まあ、よかったかなと思います。で、まあ、とりあえずまあ、10キロ卵からはまあ、このような感じのポケモンが出てきたんですけど、まあ、ちょっと先ほどお話ししようかって思ってた、まあ、ボツになった動画の話なんですけど、まあ僕、基本的に今まで岐阜県で、まあ、さまざまな、まあ、さまざまってことも回ってないですけど、まあ、いろいろ噂があった場所は回ってみたんですけど、まあ、噂になかった、ところも、まあ、ちょこちょこ回ってはきたんですけど、まあ、どうでもいいポケモンが出てきたんで、ちょっと。で、まあ、いろいろな場所もあったんですけど、ボツになったところで、関市にある百年公園っていうところもあったんですけど、まあこちら、まあなんでボツになったかっていうと、まあそう大したポケモンが出なかったっていうのもありましたし、まあちょうど取った連日、夕立に襲われて、まあなかなか自由に取れなかったっていうのもありましたし、でまあそういうこともあって、まあ一応昨日回ってみたんですけど、まあ全然何も1時間ぐらいで何か2、3匹しか出なかったんで、まあこちらは、まあ動画上げる必要もないかなと思って、まあ動画は撮らなかった感じですね。まあ撮るには撮って、まあ没にしたって感じなんで。で、まあ100年公演は、まあどんな感じだったかって言いますと、まあポケモン自体ほんと出てもポッポとか、コラッタが出る程度で、で、まあポケストップ自体はまあ割かしあるんで、まあ、ポケストップ周りにはいいかなとは思うんですけど、で、まあジムもなんか4カ所ぐらい。あって、まあ割と、まあいいかなとは思うんですけど、ただ、まあ難点なのは結構急な勾配を登っていかないといけないんで、まあしんどいってのと、でまあ、そのポケストップも点々とはあるんですけど、まあ結構その一周回るのがしんどいっていうのがまあ難点かなと思いますんで、まあポケモンも出ませんし。で、まあメリット一つ言いますと、100年公演は駐車場が17時で閉まっちゃうんで、ちょうど17時の閉まる手前にジムさえ占拠しておけば、襲われる心配はないというか、まあジムを奪われる心配がないのが、まあ、メリットとなっておりますね。で、まあ、100年公園はそんな感じです。で、あともう一箇所行ってきたのが、岐阜市にある椿ボラ、岐阜の椿ボラにある、岐阜市椿ボラか、岐阜市椿ボラにある、岐阜畜産センターって場所に行ってきたんですけど、まあこちらはポケモンはもうポツポツは出るんですけど、まあほんとどこにでもいるようなポケモンしか出なくて、で、ポケストップ自体も、その畜産センター内に3箇所しかないんですよね。2箇所固まってあって、で1箇所まあちょっと離れた場所にあるって感じで、で、まあこちらもジムは2つあって、で、まあそんな設置してあったポケモン自体のレベルは高くはなかったんですけど、まあそんな、で人も来るような場所じゃないんで、まあ、ジム1回、立てちゃえば、まあ、そこそこ守りきれるかなって感じはするんですよね。で、まあ、こちらのデメリットは、まあ、ポケストップがない。3箇所しかない。で、まあ、あと、ジムが2箇所しかない。で、まあ、特にそんなでかい公園でもないんで、まあ、歩くのもすぐ、まあ、歩けるんですけど、まあ、ほんと何もない。で、まあ、ポケモンもいない。で、ジムも2箇所しかない。で、まあ、こちらの、まあ、一つメリットを挙げるなら、ジムがまあ2箇所あって、で、まあこちらも確か夏場は駐車場が18時で閉まるんで、
まあ18時手前にあのジム占拠しておけば、確か翌日の8時半までは、施錠されて、人が中に入れない状態になるんで、まあジムの防衛にするにはいいかなっていう感じのスポットとなっておりますね。まあ以上最初が、100年公園、次が、椿洞にある畜産センターの話をしましたが、まあ、こちらがまあボツになった動画の話ですね。であと最後、まあ、レアポケモンの話なんですけど、いつちょっと撮ったか覚えてないんですけど、まあ、これちょっと見れば多分分かると思うんですけど、あ、こちらですね。こちらのカビゴンを、いつやったかな、8月の9日こちらのカビゴンなんですけど、鏡ヶ原市にある鏡原高校のそばにあるサークル圏の駐車場でこちらのカビゴンを見つけたんですけど、まあこちら確か10時過ぎぐらいに、夜の10時過ぎ、まあ22時過ぎに捕まえたカビゴンなんですけど、まあそちらにカビゴンが出るっていう報告だけさせていただきます。まあ、一応今回10キロ卵とまあボツ動画の話をしましたが、まあ、またこれからまあちょこちょこポケモン GO の動画撮れたら撮っていきたいなと思ってるんで、よろしくお願いいたします。では、GOGOTV の GO でした。ご視聴ありがとうございました。